ディアナは、スペイン海軍のコルベット、デスクビエルタ級コルベットの2番艦。艦名は、女神ディアナに由来する。ディアナは、バサンカルタヘナ造船所で建造され、1975年7月8日に、寄港、1976年1月26日に、浸水、1979年6月30日に、収益し、 カルタヘナ基地の第二十一護衛隊に配備される。九百九十年十月三十一日、湾岸危機に伴い国際連合主導による金融監視活動のため、フリゲート f 八十三ルマンシア、コルベット f 三十四インファンタ・クリスティナと共に、航海に派遣される。任務中には、イラク籍の貨物船、ハウラ・ビン・アル・ザウラが信号を無視して、航行を継続したため、 これに対し、威嚇射撃を実施した。2000年に総海艦に艦種が変更され、潜水員用の高圧室や潜水カメラ機材など、所用の装備に改修され、番号も M11 に変更された。ラコーベタディアナ、イフェックッチオディースパロスでアドベルテインシアコントラウン、カーグローイラキ1990年11月28日。ありがとうございます。